ゲンガーが浮くのはみんなわかると思うけど、こいつ実はなんと人を乗せて空を飛ぶこともできる。アニポケでアセロラ背中に乗せて空飛んでました。24日のアニポケでサトシのゲンガーが多分巨大マックスするので、巨大マックスゲンガーを使ってほしいです。わかりました。僕は浅い人間なので使います。ゲンガー人気ポケモン、アニポケで巨大マックス、確実にゲンガーがトレンドに乗る。つまり使う。で、どういう方で使おうかなって考えてたんだけど、なんか同日にコメントでさ、誰か毒ビシ巻いてベノムショックとたたり目をタイプ1で売ってるゲンガーでサンタでしてくれって書いてあって、お、これ強そうだなと思って調べたら、ゲンガーベノムショック覚えられないかーい。 いや、確かに覚えるんだったらなんかすでに使われてそう、考察されてそうな感もあるよな。というわけで、まあ今日は大マックスポケモンと相性がいい適当に命の玉を持たせたんだけど、まあ、ゲンガーは環境ではね、正直強いとは言い難い。正直には弱いです。ただ、弱いけど、まあ、火力はあるんで、まあ、補助のスペシャリスト、ツボツボと合わせて、まあ、ステルスロックとかネバネバネットを巻いて展開していくことで意外とね、抜き性能高いポケモンになれそうだったんで、ツボツボゲンガーで、ゲンガーと相性補完が良さそうなのがイベルタルだったんで、伝説枠にはイベルタルを採用しました。ということで、大丈夫でしょうか。サンダーは出すなよ。こっちのパーティーランタンおったやろ。ランタンいたらサンダー出てこないって辞書に書いてあったんだけど、ビビれ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 。ランタンおるぞ、こっちランタンおるぞ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 。まあツボツボサンダー悪い対面じゃないから、まあ言っちゃいいんだけど、例えば今日は何の日かご存知でしょうか。クリスマスイブでーす。皆さんいかがお過ごしでしょうか。まあ僕はというとね、いろいろやってますね。まあこの動画が投稿されてる頃にはもうすべて事後なので、まあ正直に話すんだけど、まあ動画投稿日はね、おそらく12月24日の夜になってるはずだけど、まあ実は撮影日はね、この動画の撮影日は12月23日なんだよね。相手ボルトチェンジか。ボルトチェンジ。でもパワートリックって言ったから割と何出てきても困らないけど、まあ普通に考える、あ、ウオドラゴンか。まあ、普通に考えるとザッシャン出てくるかなと思ったけど、まあ一応岩石封じとか嫌った感じっすかね。で、パワーシェアして、で、ツボツボは耐久がめちゃくちゃ高い。ウオドラゴンは火力がめちゃくちゃ高い。けどパワーシェアは、こっちの攻撃と相手の攻撃を平均化するから、まあ多分耐えると思うけどな。クソ弱いウオドラゴンになってるから。クソしょぼしょぼのしょぼしょぼのウオンドラゴンになってるからさ。で、マネマネット負けた。で、ちょうどツボツボが2番圏内に入った。すべて計算通り、まあ、ステルスロックも巻いておく。あと24日 ?12 月24日予定あって、まあ、おそらくツイッターでも随時報告してると思うんだけど、まあ、朝一で呪術廻戦の映画を見に行って、まあ、今日公開なんでね。もちろんね、男の配信者友達と行きます。その映画はね。あ、てか、呪術廻戦の映画のチケット予約しようとしたら、はい、開始から1時間くらい余裕でサーバーパンクしてて焦ったわ。やっぱ、期待値高いんですね。これ、ゲンガーから入るか、イベルタルから入るか、どうする？ウオドラゴンがこだわりスカーフの可能性が結構高いんですよね。で、ネバネバネット巻いたんですけど、ネバネバネット巻く前にウオドラゴン出されてるから、まあ、一応イベルタルから入るか、まあ、ゲンガーでよかったかな。まあ、イベル投げて、ダイマックスは正直イベルタルよりは、まあ、ゲンガーに使いたいっすね。イベルタルにダイマックスしても相手の裏にサンダーがいてサンダーに切り返される可能性あるんで、まあ、ここはダイマックスせずに悪の波動を打つと。で、ウオドラゴンがスカウだった場合上取られてるけど、パワーシェアでクソなえなえポコチンになってるんで、アクアフィー、あ、スターフか。って思ったより入ったけど、アクハー。倒せないけど、ステルスロック圏内入ったし、これ不意打ちで縛れてるから、そのままウオドラゴンを倒す。で、まあ映画朝一で見に行って、まあその後は軽く昼飯食って、まあ夜は好きな女の子に会いに行ってきます。まあ26時のマスカレードって言うんですけど、まあ多分これもツイッターでなんか言ってると思うので、気になる人は僕のツイッターをチェックしてみてください。サンダーのボルトチェンジが、まあツボツボにそんな入ってなかったから、こいつ耐久型っぽいんだよな。耐久型って考えるとイベルタルより薄いから、
アクハ打つか。これダイマックスの打ち合いは、まあさすがにここまでイベルタルの HP が削れてたら、まあおそらく負けるんで、ゲンガーで抜いていった方がいいですね。で、ゲンガーにダイマックス切って、まあ相手のルナーもうほぼザシアンなんですよ。イベルタル入りにザシアン投げないやついないからもうザシアンって確定なんだけど、じゃあ、ダイマックスゲンガーでザシアンに勝てんのって話だけど、まあ、ネバネバネットとかステルスロックとか巻いてるんで、ワンチャンいける。まあね、確証を持ってね、倒せるとは言えないですね。はい。法に触れるんで。まあ、絶対に倒せるとか言ったら、使われるんで、まあ、そういう表現はちょっとできないんですけど、ワンチャンいけるぐらいの。もしかしたらいける。本人の頑張り次第ではいけるぐらいの表現にしておきます。ゲンガー。で、これ本当はダイアシッド打ちつつ相手のサンダー倒したいんだけど、いやーこれ無理だよな。ダイオール、ダイアシッド、これダイオールして、ダイアシッド、わからん。これ、なんだ、ダイアシッドだと、いや、巨大幻影でいいや。ダイアシッドの威力が、まあ、なんか95ぐらいしかないから、あの HP のダイマックスサンダー倒せないんですよ。ただ、巨大幻影だと130ぐらいあって、このゲンガーね、性格控えめなんだよね。大体ゲンガー6秒なんだけど、まあ、控えめの火力特化にしてて、玉持ちだから、あの HP のサンダーを巨大幻影で倒すことができる。ですよね。で、あと、ゲンガーその控えめの玉、ダイヤシットでよかったな。こんくらいしか入らないのか。思ったより効かなかったわ。まあ、控えめ玉の、巨大幻影で、まあ、ダメ系したんですけど、ザシアンがランスーで飛ばせるんですよ。あ、ランスーで。で、ステルスロックも巻いてるから、まあ、個人的感覚では結構いけるよりだから、まあ、巨大幻影でもいいかなと思って甘えたけど、いや、ダイサンダーがこの程度のダメージしか入んないんだったら、ダイアシッド、ダイアシッドで特攻2段階上げて、みたいな立ち回りにした方がよかったな。さ、相手のサンダーに先にダイジェット積まれてるからさ、まあ、もろもろ考えると、早めに倒しに行った方がいいかなと思って、焦った。倒すの焦ったけど、いや、いける。ちょ、見て。いや、ほら、特攻200なんすよ。控えめの C 特化なんすよ。てか、巨大ワックスゲンガー可愛いな。お口の中がガリバートンネルみたいになってて、知ってる？ガリバートンネル。ドラえもんの秘密道具にあるよね。いけ！お化け！メリークリスマース！相手のザシアンはもう逃げられない。相手のザシアンを逃がさなくしたけど、相手のザシアン、逃げる必要なんてない。なぜならば、ここでお前が死ぬから。先生、ありがとうございました。ゲンガーあるある。なぜか女が好きなポケモンとしてあげられがち。謎の偏見。ってことで、さっきのリベンジマッチ。まあ、ザシアン入りなんだけど、まあ、今度こそうまいこと、つぼつぼのネバネバネットとステルスロックと合わせて巨大マックスゲンガーで相手のザシアンを潰していきたい。まあ、イベルタルとゲンガーで組ませてるけど、まあ、いいとこが一つあって、まあ、イベルタルがフェアリータイプのポケモンに弱いんですよ。まあ、相手のパーティーに入ってるカプリヒレみたいなポケモンに。まあ、それに対して、まあ、ゲンガーが強く出れるんで、まあ、意外と攻めの補完は取れてるってことで、まあ、ツボツボゲンガー、イベルタル、諦めずにこれで。でもこの選手、ザシアン舐めすぎだよな。普通にやってるけど、まあ、なんとかなるかよろしくします。まあ、僕、まあ、日々のルーティンに、まあ、動画についたコメントを見ながらダラダラするっていう、あれがあるんだけど、なんか、とある時間帯のコメントを見たら、めっちゃ返信、その、まあ、視聴者がしてくれてるコメントに対して返信がつくことってあんまないんだけど、ちょっと待って。ちょっと待って。まあ、この対面は、まあ、カプリヒレ初手はツボツボ読みで合わせてきてる可能性があって、まあ、挑発の可能性があるけど、挑発読むんだったらゲンガー引きなんだけど、まあ、見てから考えるか、挑発は。見てから、挑発型、あ、トリックか、オッケーオッケーオッケー。挑発型のカプリヒレは火力ないから、まあ、そこからゲンガー投げでも間に合うかなと思って。まあ、一回無理やり突っ張ったけど、トリックだったら美味しいですね。ネバネバネット巻いとかないと相手の雑誌にボコられるだけのパーティーだから。で、これこだわり、こだわりネバネバネット、これネバネバネット連打するわ。さすがにちょ、裏に負荷かけたくない。もうこいつネバネバネットだけ、巻いてくれてたら、このツボツボタンも死んでもいいから、もうこれで終わってもいいから、ネバネバネット連打します。で、
まあ、視聴者がしてくれたコメントに対して、まあ、返信でコメントがつくことってあんまないんだけど、めっちゃ来ててさ、なんでこんな来てんだろうと思って、まあ、一応たまに、この返信のコメントもクリックして開くんだけど、まあ、開いたら全部さ、誰かフュージョンしてくれませんか？右腕を負傷したウーブが、めっちゃコメントしててさ、いや、なんか10個ぐらいあって、だこういうちょっとパワー系のコメントさ、一人でいるときに見ると、ちょっと弱いんで、パワー系に弱いからさ、なんか言ってるけど、ふふってなるからやめてほしいわ。まあ、ウーブはドラゴンボールのキャラクターですね。ただ、まあ、フュージョンポーズ。ドラゴンボール知らない人結構いそうだな、もう世代的に。フュージョンっていう、フュージョン派のポーズが右腕負傷できる、負傷してる状態だとできないから、お前はまず右腕を直せ。お前はまず右腕を直してからその申し出をしろ。で、ゲンガー。で、まあ、さっきの対戦でも説明したけど、今使ってるゲンガー、控えめ C 特化の命の玉持ちだから、まあ、カプリヒリはね、特防種族値が高いポケモンとして有名だけど、まあ、ゲンガー、さすがに落とせる。控えめの C 特化、玉持ちヘドロウェーブ。お、いいねー。いいとこ出たわ。これ6秒だと、僕の感覚だと倒せなさそうなんだけど。まあ、どうなんですかね。おそらく、まあ、ネバネバネットを巻いてるとはいえ、こっからザシアン出てくるんだけど、まあ、ゲンガーのいいところはね、道連れが使えるとこっすね。で、ザシアンの悪いところはダイマックスができない。つまり、ザシアンを道連れで倒せると思ったらなぜかドラバルトが出てきた。これなぁ。いや、裏のイベルタル、いや、引くか、さすがに。相手視点さ、裏のイベルタル見えてるからさ、ドラゴン技飛んできてもおかしくないんだけど、ドラゴン技打ってこっちのゲンガーがダイマックスしてゴースト技打ってる時が相手の裏目だから、ネバネバネットまで巻かれてること考えるとあんまり余裕ないから普通にゴースト技打ってきて、あ、不意打ちか、オッケーオッケーオッケー。まあ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 、不意打ちは良くて、まあ大ホロー読みでイベルタル投げたんだけど、まあ結果として不意打ちだったらいい。で、ドラパルトダイマックス切ってくる。まあ相手の裏、ザシアンだろうから、まあ、ダイマックスを切るのがドラパルトしかいないからここで切ってくるけど、泣くハーフ誘致は落とせるかな。一応イベルタルは、相手のドラパルトが命の玉とかを持ってたとしても、まあ、ダイドラグーン耐えるんで、アクハーから入っ、ダイワームは、11な技持ってる。ドラパこれあれか。ハチマキか、突撃ショッキーの可能性がありますね。うん。不意打ち、トンボ返り、ドラゴンアローゴーストダイブってことっしょ。いや、タイワームは、タイワーム撃たれたせいで、不意打ちじゃ倒せないから、これイベルタルにダイマ切るしかないか。本当はゲンガーにダイマ切ろうとしたんですけどね。まあ、ネバネバネット巻いてたんだけど、まあ、ドラゴンアローが特性クリアボディだから、あの、ネバネバネットで素早さ下がってなかったんですよ。シャーなし。シャーなしイベルにダイマ切って、本当はね、巨大マックスゲンガーに、して、巨大マックスゲンガーの対戦絵を撮りたかったんだけど、まあこういうこともあるよねって感じで。まあ、やばいってそれ。ダイドラグーンで攻撃力も下げられて、ダイワープで特攻も下げられてる。これいける？イベルタルの攻撃プラスゲンガーの攻撃で、相手のラス位置に控えてるだろうザシアンを倒さないといけないんだけど、まあ、このイベルタルが相手のドラパルトにガッタガタをさせられてるから、能力低下させられすぎてガッタガタにさせられてるから、まあ、ちょっと不安なんだが、まあ、ダイアークはね、追加効果で相手のポケモンの特防を1段階下げるという効果がありますから、あ、まあザシアンだよな。ちゃんと色違いザシアン。ネバネバネットに引っかかって素早さが下がる。で、まあ、これは一回引っ込めるみたいな選択をする意味すらないから、居住山の受けがもう成立しないんでね、ここはさすがにダイアークで、特殊のダイアークっすね。このイベルタルは不意打ちも持ってるんですけど、まあ、努力値は特攻に振ってるんで特殊の方が強いんで、弱えーこれいけますか。いや、さっきねえ、さっきの対戦の感じだと、巨大マックスゲンガーの巨大ゲームでザシアン倒してなかったっしょ。で、今回ダイマックスないから、シャドーボールで相手のザシアン倒さないといけないけど、これいけますかこれ。これいけますか、まあ、いけるいけないじゃない今。やるしかない。ゲンガー。まあ、道連れで相手のザシアン倒してもいいですけど、その場合は判定で負けになるで。倒せる倒せる倒せる、頑張れ頑張れ頑張れ、倒せる倒せる倒せる、頑張れ頑張れ頑張れ、倒せ押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 せ、シャドーボール倒せ倒せ倒せる倒せる倒せる倒せー。
対戦ありがとうございました。ということで、強いのはゲンガーじゃなくて、ツボツボということがわかる対戦動画でした。チャンネル登録、高評価、他に使ってほしいポケモンなどいればコメントに書いてくれたら採用するかもしれません。また次回の動画でした。